ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1972年昭和47年に放映のテレビアニメの、正義を愛する者月光仮面を解説したいと思います。月光仮面だったら前に、愛の戦士レインボーマンを解説したぜ。前のは実写特撮で、今回の終了後に放送された作品よ。今回の解説で、より思い出すかもだぜ。今回の解説も、大変そうだけど、頑張るわ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。正義を愛する者、月光仮面。誰も正体を知らない正義の味方。正義を愛する者月光仮面。月光仮面とは1958年昭和33年に放送が始まった。冒険活劇ドラマで、国産初のテレビヒーローであるわ。頭にはターバンを巻き、サングラスに覆面で顔を隠し、全身白タイツに身を包み、バイクにまたがりマントを翻し、どこからともなくやってくる謎の人。特撮初期のヒーローは、今見ると、笑っちゃうほどダサい感じですが、娯楽の少ない時代だったとはいえ、平均視聴率 40%、最高視聴率 67.8%、という、今では考えられないほどの大人気で、その後のヒーロー番組の原点となったわ。正義を愛する者月光仮面は、1972年1月10日から10月2日までの、月曜19時から19時30分にかけて、日本テレビ系列にて全39話で放送されたぜ。制作はナック。また広告代理店は万年社で、万年社はアニメ版の終了後、愛の戦士レインボーマン、ダイヤモンドアイといった、川内原作の特撮作品の広告代理店も務めているわ。書籍テレビアニメ25年史、第1部、サタンの爪シリーズ及び第2部、マンモスコングシリーズは実写版をベースにしていますが、第3部ドラゴンの牙シリーズはアニメオリジナルと説明されているぜ。ただし、第3部の敵となるドラゴンの牙は漫画版に登場するわ。同じく第3部の登場キャラクターとなる柳木博士と娘の綾子の名称は、実写版第1部、ドクロ仮面編に登場するぜ。本作品のアニメ化の背景には、1950年代の漫画のアニメ化によるリバイバルブームがあり、同時期に赤胴鈴之助もアニメ化されていたわ。本作品の経緯について、日本テレビプロデューサーの高橋信之は当時の記事の中で、リバイバルは昔の人気があることからスポンサーもつきやすいことを挙げており、実写でリメイクすると旧作と比較されるため、アニメーションにしたと述べているぜ。一方、シリーズ構成の伊藤恒久は、本作品について川内は旧作のイメージを望んでいましたが、日本テレビ側やスポンサーサイドの板挟みになってしまい、終了が決まった際は落ち込んでしまったと述懐しているわ。主題歌の歌詞は実写版の月光仮面は誰でしょうと同じですが、曲はメロディー、サウンドともポップス調のものに変えられているぜ。主題歌を作曲した三沢郷は、歌詞が実写版と同じであることに気づかないまま作曲したというわ。アクションシーンになると背景がサイケデリックな絵柄になるなどの、思考が取り入れられているぜ。チーフディレクターの岡瀬子信弘は、映像がサイケ調に変わることについて川内後半から叱られることを、覚悟していましたが、川内からは面白いと言ってもらったと述懐しているわ。キャラクターとしての月光仮面。アニメ版の月光仮面は、ターバンがヘルメットに変更されたぜ。また、武器もムチとベルトに装備されたブルースターと呼ばれる、星型手裏剣や、向井月、と呼ばれる三日月ブーメラン。よく言われる、流れ月光、は、投擲する際の掛け声、技名、であり、道具の名称ではない。主に使い、拳銃はほとんど使わないわ。月光仮面の乗るオートバイは、実写版では単なる白塗りでしたが、このアニメ版ではフルカウルのオンロードレーサー風、排気管散水のモデルに変更され、劇中では故障されてはいませんが、ムーンライト号という名称がついているぜ。頭部デザインはオートバイに乗るのに適したものにするための、変更であったわ。監督の岡瀬子信弘は、原作者の川内後半はこのデザインを気に入っていたというぜ。登場人物、月光仮面、なぞ。月光仮面は、悪人によって危機に陥った人々の前に、颯爽と現れる正義の味方であるわ。岩井十郎、声、池水道弘。岩井探偵事務所を構える若き名探偵。なお、本編では登場しませんでしたが、漫画版では手を三日月の形に組み、変身、月光といい、長良月の光にそれをかざす変身シーンらしきものがある作品が存在するぜ。五郎八、声、長谷さんち。岩井の助手。おっちょこちょいなところがあり、物事が手遅れになった時の、遅かりし、が口癖。大好物は珍来軒のラーメン。
茂、声、丸山ひろ子。祝いの助手の少年、ゴロハチよりも起点が利き、活躍することも多いですが、孤児であることにコンプレックスを見せる子供らしいところもあるぜ。藤子、声、沢田和子。母を亡くした少女。実は、バラダイ王国の王位継承者、シャバナン殿下の娘であり、王国の秘宝に至る鍵の一つを所有していたため、サタンの爪に狙われることになるわ。王国の秘宝事件が解決した後は、バラダイ王家とは無関係の日本人として、岩井探偵事務所の下にある、ラーメン店近来犬の養女となるぜ。松田警部、声、柴田秀勝。警視庁の敏腕警部で、岩井探偵事務所と協力して、怪事件に挑むわ。岩井からは松田先輩と呼ばれている。第8話では名前のみで未登場。かよこという娘がいるぜ。サタンの爪、声、北川邦彦。第1部の敵、バラダイ王国の秘宝を狙う怪人物。登場するたびに姿も声も違うため、その正体は不明。様々な特殊技能を持つ手下を従えていますが、部下が月光仮面に敗北すると即座に処刑する残酷さを持つわ。ドグマ博士、声、千葉光一。第2部の敵、世界征服を企むマッドサイエンティスト。巨大な大猿、マンモスコングの死骸を、サイボーグ化して復活させようとしており、脱走犯たちを怪物に改造した、サイバー人間を手先とするわ。ドラゴンの牙、声、ナヤゴロウ。第3部の敵、柳木博士の開発した HO 結晶体を奪い、世界征服を企む怪人物。あらすじ。悪の集団サタンの爪が放った怪人によって、バラダイ王国の王位継承者、シャバナンが殺害されるわ。王国に伝わる秘宝をめぐり、暗躍するサタンの爪に対し、日本の名探偵岩井十郎とその仲間が調査に乗り出すぜ。だが敵の怪人のために窮地に陥る、岩井探偵事務所の面々。そんな中、どこからともなく現れて正義を愛す者月光仮面と名乗り、凶悪な怪人に挑むのである。月光仮面のバトルシーンになると背景がサイケデリックな色彩になって、まるで異次元空間で戦っているみたいになるのが特徴よ。拳銃をパンパン撃っているイメージがありますが、アニメ版では腰に2丁拳銃を携えているものの、めったに発砲しないぜ。主にムチを使ったアクションで、ベルトについている星型手裏剣や月型ブーメランを使用することもあるわ。月光仮面は、憎むな、殺すな、許しましょう、をモットーに。敵といえども決して人の命を奪うことはないぜ。悪人は最後には、大ボスに見限られて始末されるパターンであるわ。エンディングは、なぜ正体を隠して戦っているのか。月光仮面の悲哀が滲み出る物悲しいメロディとなっているぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は、正義を愛する者月光仮面でしたが楽しんでいただけましたか？敵設定も3部編成になっていたり、敵を殺さないというのはすごいぜ。黒電話とか、新幹線などの乗り物も当時の時代を感じさせられるわ。なお、セリフと画像が違う場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。これからも昭和のアニメ特撮と解説していきますのでお楽しみに。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回した時も、ゆっくりしていってねー。